まず皆さんから森田さんの好きなところで優しいところでございます。嬉しいな、はい、こちらがメンバーから集まった森田の優しいところ。藤吉が好きな森田の優しいところは一体何でしょう。歩き方というか踏み入れ方みたいな。地面一歩目から一歩目から優しさが溢れてます か, だからあんまどんどん歩いてるところを見ないというか、そっとこう歩いてるっていうか、普段忍び足なんですか。どうなの、気にしたことなかったですけど、これは違いますね。はい、はいはい、相談に乗ってくれる。あ、結構相談に乗ってる自覚ありますか。なんかお互いすごく考えていることが似てて、なんかいろいろお話ししたりとかするので、お互いの聞き合ったりとか、はい、残念。あ、これよりもっとなんかもう物理的な優しさですね、これ。物理的、はい、なんか物を貸してくれるとかですか。物理的ですね。物理的。それもあるでしょうけど違います。もう正解教えますね、はい、じゃあ正解は抱きしめてくれるところ。かっこいいよね、はい、かっこいいな。こちら藤吉さんから、私がへこんでいたりするといつも近くにいてくれるのは森田です。抱きしめてくれて、言葉もかけてくれて、私も森田の近くにいたいなと思います。なんかめっちゃいい話、なんていい話なの。嬉しいですね。なんか常にやっぱ気にかけちゃうとこはあるかもしれないですね。優しいですね。本当に周りをよく見てるなって、ね。